可愛いギフトありがとうございます。やばい、漏れな時間な。可愛いギフトありがとうございます。事務所にしては狭そうでしょ。事務所狭そうすぎでしょ。なんか本当に狭くて、シャケ君外しました。すごく狭くて、今日は9時になったら教えてください。9時になったら教えてください。やば、漏れな角度でやばい、漏れな漏れない、漏れないし角度終わってて、5分前まで鮭いた、今ここにいる。今日は鮭取った配信、バーン。っていうね、今日も人と話してない、もう3日ぐらいは人と喋ってない、漏れな。そう、撮ったんですよ。さっき釣りに行ってきて撮りました。電話はしないね、ミオは。10期と友達ともしないですね、電話しなくなりました。ハートありがとうございます。独り言も喋んないから、ハートありがとうございます。鮭は好きですね。サーモンが好きです。本当にしゃべらない、一人でいます。ミオさん、鮭の皮めっちゃ好きなんですよ。むしろ皮の方が好き、身よりも皮の方が好きです。研究生明日までだね。本当だね、そんな感じはしないです。時間なし。皮の方が好きなんですよ。だから家、実家は姉ちゃんもママも食べないので鮭私がもらいます。鮭は、あ、皮は皮は私のが、私がもらいます。めっちゃ美味しい、身より皮派。研究生ラスト配信かもですね、明日早起きなので今日は早めに配信終わろうと思います。皮は最後に食べるか一緒に食べます、一緒に一緒ぐらいに食べます。かわいいギフトありがとうございます。何、みきちゃんに振られたって、何の話だろう。白着てるからエコラブっぽい、そんだけで。そう、明日すごく早起き、5時ぐらいに起きます。今日パンダなんですよ、服パンダ、匂わせじゃない。全然匂わせじゃない、普通にお仕事。
左耳かきも見納め。でも右、左耳かけじゃないんですよ。アーシャ変わってから右編み込みです。MV 撮影違います。パンダのねあれなんですよ、パジャマ、ジェラピケ。MV だと思ってる人多め。何も知らないシングルに関しては私は何も知りません。前髪今ぐらいが一番可愛い。今日の前髪はダメダメです。初めて来ましたこれ、めっちゃお気に入りになった。一瞬でお気に入りになりました。なんかあったかい、めちゃくちゃあったかい。暑くなりそうです暑くなりそう。みかんのこたつありがとうございます。写真集届いた。何の写真集？なんかさ、いつもさ AirPods でやってるんですけど、できれば普通のイヤホンでやりたい。音楽を聴くして、なんか AirPods がね本当に寿命で、多分もうそろそろ壊れるんですよ。前は、4時間ぐらい続けて使えたんですけど、今は1時間ぐらいしか続けて使えなくなっちゃって。あ、作るアルバムみたいなやつ、あれ気になってた。何なんだろうこれと思って気になった。エアポッツね、普通にね調子悪しなので。寿命あるんじゃない、エアポッツに。なんかさ、あの LINE でさ寿命って打ちたくて、で寿命って言ってたので、そう頑張ってもその寿命の漢字が出てこなくて、あれみたいな、おかしいなって思ったら読み方間違えてた。寿命じゃなかった、寿命だった。近所の人に怒られたことないです。ずっとここで踊ってるけど調子悪しなんですよで今日は4、5曲ぐらいしか踊らないので、パッパッといきたいと思います。4曲ぐらいしか。じゃあ踊るかな。ちょっと時間わからないのがすごく不便だわじゃあ最初は肩慣らしに、肩慣らしで、14分ありがとうございます。肩慣らししようかなって思うんですけど、これ聞こえるものなのかな。じゃあ今からウォーミングアップをしたいと思います。聞こえなかったらちょっと編みようがね、これ聞こえなかったらでします、エアポッツでやるしかない。水のないプールから、確かに肩慣らしっぽいわ。そう、今から爆音でやるんですけど、コップに入れてた、賢っ。何それ、
聞こえたらいいなって感じで、じゃあいつも踊ってるやつからやりたいと思います。今日のマイクはクシ、ピンク色のクシ。聞こえますように。じゃあいきます。いつも踊ってる曲です。それでは聴いてください。聞こえたらいいな。ミュもコップに入れたいな。コップに入れたら大きくなるの？あれだから聞こえないだけかな、音流れてないから。イントロだけ聞こえないので、あのイントロだけやらないでいきたいと思います。コップだって、コップ取りに行くってことはそこのドアを開けないといけないってことでしょう。一回やってみたいな。でも紙コップじゃないとダメ。ミワのあれしか持ってない、ガラスマグカップしか持ってない。イントロね、これちっちゃいんですよね音。ミオガラスのコップしか持ってない。ティッシュの箱もない。あ、ガラスダメなんだ。じゃあいいや、このままでじゃあこのままでいいや。メガホンもないよ。ガラスでいいの？じゃあ取ってくるね、コップ。陶器、陶器。え、嘘、マグカップしか持ってない。え、わかんない。わかんない、わかんない。見えないでしょう。ミオが一回も使ったことないこの10機のコップでやりたいと思います。あ、聞こえてないんだ。聞こえてなかった？今ずっと一人で喋ってたんだけど。この一回も使ったことのない10機製のコップで、そう、なんかね、使ったことないでも可愛いよね、めっちゃ。見て、誰かがデザインしてくれました。西井美代。一回やってみる。これで聞こえなかったらもうそのままやります。もう一回歌うみたいなボタンないの？ないんだ、悔しい。あ、 BGM 音量ってところある。大きくすればいけるじゃん。みんなめっちゃ耳痛くなったりしないかな。まあ、みんな音量下げてください。じゃあやってみよう。いくよ。めっちゃ大きいかも。ちょっと出遅れたから間に合わないのよ。すぐ始まるから間に合わないのよ。まあイントロは間に合わないかもしれないけど、やっちゃうね。あ、そんな聞こえない。イントロは
多分また間に合わないんだけど、